はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマーベルスナップやっていこうと思います。ということで、行きましょう。さあ、シルバー隊からスタートだったんだが、いきなりね、ブロンズに落ちてきてしまったということでね。まあ今回はシルバーに戻して、ゴールド、プラチナとね、上げていきたいですね、ということですね。おっと、いきなりジュビリー来るけど、動けないね。ちょっとね、ノバローマとかが最初に来るのもね、あんまりロケーション的には良くないんだよね、ネガティブデッキ的には。ん?シュリのラボ、ニコスもないね。動けない。ちょっと厳しい。相手も動いてこないから、まあいいけど。で、ミニチュアラボか。まあ、真ん中ファンタスティックかな。さあ、相手は、なるほど、層を出していく。8点。こちらはファンタスティック4点、242。ネガティブ、まあ、ネガティブはノバローマに出すしかないか。アイアンマン来ちゃったな。ちょっとダメだな、これ。裏返してから引きたいカードをことごとく引いてきてる。それでね、3スポットとか引くんだよ。知ってる。困るね。ね、どうしようかな、これ。一応、ジュビリー3スポット。これでいくか。しょうがない。あんまり強い動きをしてないけど。で、相手はジュビリーと、チャベス引いてきて3スポット。なるほど。こちらは、こっちにジュビリー。引いてきたのは、アンジェラ、裏返ってるやつ。そして3スポット。さあ、これはなかなか厳しいね。21点は返せそうにないか。アントマン、全然ネガティブが生きてない。全然ネガティブが生きてないですね。これは勝てんだろう。撤退しましょう。ちょっとね、ネガティブで裏返した後に引いてきてるカードがね、全部3スポットだの、アントマンだの、1コスばっかりなんでね、元が。これは全然やれてないよ。わざわざ4コストかけてね、1ターン使って、ネガティブを出したのにね、うまく裏返ってくれてないっていう。ちょっと前回からそんな感じの展開でやられてますね。ここら辺でちょっと勝ちたい。さあ、初手にネガティブいる。これは悪くない。ダークディメンションにアントマン置いといてもいいかな。アーニムゾーラとアイアンハート来てるのは後から、ちょっと待って、おっと、危ねえ。ネガティブに当たるのだけは勘弁。ヘルズキッチン。これも、まあ、1コスト引くのは構わないか。とりあえずアンジェラ出しましょうか。さあ、次のターン。おっと、レムリア。レムリア、3スポット。これでまあ一応終了する。さあ、次のターンで、出すのはネガティブ。今回はね、アイアンマンとかがまだデッキに入ってるので悪くないんじゃないかな。さあ、お、真ん中ストーム。なるほどね。とこっちは3スポットとネガティブ、裏返す。たのはジュビリーか。ジュビリー真ん中出しましょうか。それともね、お、スナップしてきた。マジか。ジュビリーか。
真ん中ジュビリーは一応ありか。あ、でも待てよ。ファンタスティックジュビリー、これでいいか。これでいってみよう。さあ相手はブラパン、ワカンダフォーエバーを、これアーニムか。アーニムがいるのかな。おそらくアーニムがいるんでしょう。これ私もアイアンマンです。よし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 、20点は強い。ただ相手ね、アーニムしてくる気がするので。そして6ターン目のスコーピオンは意味ないんだよね。アーニムしてくる気がするので、16点でしょう。16点16点って考えるとちょっとまずいね。あ、厳しいぞこれ。サンスポット何もしないと8点、それじゃダメだよね。これはいや、こっちもアーニム出してアイアンマン消せれば可能性あるかなと思うんだけど、これネガティブ消したら最悪だからね。ちなみにジュビリーの場合はデッキ1枚しかないから、まあ、あー、いや、どうだ。多分ね、相手もね、アーニムゾーラしてくるんだよ、ブラパンを。なので、アイアンマンに当たるのにかける。おし、これならまだ可能性あるんじゃない？そうです、私がアイアンマンです。そうです、私がアイアンマンです。だよね。はい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 。これで16点でしょ？16点、16点で伏せてあるやつ次第だが、あっと、それは強い。お、ギリギリ。あぶな。勝利。これで勝てたのでかいね。ちょっと3分の1で運ゲーだったけど、なんとかなりましたね。オーケーオーケー、取り戻した。いいんじゃないか。さあもう一戦いってみようかな。相手見つかる。さてさて、うん、アイアンマン引いてきちゃった。とりあえずサンスポア置いときましょう。相手は1ターン目は動かない感じか。これは動かないね。さあウォーリアーズフォール。そうか、スコピオンとアンジェラ迷うけど、相手1ターン目動いてないので今のうちにね、弱体化させておきましょうか。5枚あるからね。まあ1枚出したとしても4枚分、弱体化させられますよと。はい、スコピオン弱らせる。プルマン移動か。はい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 、移動ですね。スターライト下出る。ポジションチェンジ、ウォーリアーズフォールスになってしまうと厄介だね。どうしようか。これね、スターライトの方を出しといたとしてもちょっと厄介な気がするんだよな。まあ一応こうしましょうか。とはいえスターライトシタデルでウォーリアーズフォールスがどこに移動するかがね、本当にちょっと気がかりではある。お、相手クレイブン、アンジェラ強化。さあさあさあ、ウォーリアーズフォールスにファンタスティックは出しにくい。ただスターライトシタデルでロケーション変わるだろうから、どうかな。まあここにアイアンハートを置いときましょうか。これで終了。ネガティブが引けない。お、相手真ん中フィストからオコエ、いやー、でぶん殴る。クレイブン育つ、なるほどねと。でこちらはアイアンハートで強化する。
ああ、ウォーリアーズフォールそうなったか。やば。まあ、とりあえずはオコエが犠牲者になるかな。ネガティブ今か。でもネガティブ今やったところで次に引いてくるのなんだって話なんだよな。1ターンかけてまでネガティブを出す必要もない気がするから、ファンタスティック出して2コストは3スポットの強化に当てましょうか。これでいきましょう。いいよね。 OK。 さあ、ただ相手ね、移動デッキっぽいので最後にヘイムダルで引っ張ったりするのかな。お、バルチャーそこに出す。ヒューマントーチ、ファンタスティック。さあ、殴り合ってオコエが壊れていく。さあ、ラストどうなる。これわからんぞ。玉座の間相手捨ててるんだよな。だったらそこにホワイトタイガー出して虎が、まあ真ん中や左に出るようにしてみるか。これで行くか。ちょっと不安だけど。まあでも相手もヘイムダルで引っ張るっていうのがしにくいよね。バルチャーはそっちだし。お、1枚だし。さあ、どこに出る。そっちに虎出た。はいはいはい。あ、でもヘイムダルなんだ。フィストだけ引っ張ったところで、殴り合う。フィスト壊れる。オッケー。勝ちましたね。勝利。まあ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 、2点ですけど、しょうがないかな。スナップまではちょっと、できる自信がなかった。はい、ということで、まあ、今回はね、ここまでにしておこうと思います。ありがとうございました。よいしょー。